はい、こんにちは。今日は反り腰で腹筋ができない、腰が痛くなってしまうという方向けの筋トレとストレッチを紹介したいと思います。この反り腰には腹筋鍛えましょうと言われても、そもそも腹筋が一回もできないとか、すぐに腰が痛くなってしまう、こういう場合にはどうすればいいかということなんですが、そもそも反り腰の原因っていうのはこの骨盤の前傾なんですね。これが骨盤だとすると、横から見るとこうやって前に傾きすぎてしまっている。それで腰が反ってしまう。で、これなぜこうなるかという原因は、この骨盤の前側を上に引っ張ってる筋肉と下に引っ張ってる筋肉のバランスが崩れているからです。要するに上に引っ張ってるこの腹筋が弱い、下に引っ張ってる太ももの筋肉が無駄に緊張してる。これが反り腰の原因になりますので、解決方法としては、上に引っ張る腹筋を鍛えて、下に引っ張ってる太ももの筋肉をストレッチしてほぐしてあげる、こういう手順になります。ではそれを順番に紹介していきます。はい、ではまず腹筋の筋トレなんですけども、基本的には筋トレより先にストレッチだろうっていうふうに言われるんですが、このまずですね、腹筋を使って骨盤をこう立てるという感覚をつかめてないと、ストレッチをしてもあんまり意味がないので、先に筋トレの話をします。はい、こちらが、腹筋の真ん中にある腹直筋という筋肉なんですが、この腹直筋っていうのは一枚の大きな筋肉なんですが、このいわゆるシックスパックに分かれているのは腱核という、人体のような組織で、6つのブロックに分けられています。で、これ1枚の筋肉なんですが、こうやって区切られていることで、これがね、一つ一つ折りたたむように動くことができるんですね。例えばこれ普通の関節だったら、こうやって動くだけなんですが、腹直筋はこう区切られているので、こう一つ一つ折りたたむように動くことができます。ですから、これ腹筋を鍛える時も、これ横になってるとして、こうやってただ折り曲げるだけじゃなくて、このこうやって腰を丸め込むように、腹直筋のブロックを一つ一つ折りたたんでいくようにして鍛えないとうまく動かせません。で、こうですね、これがこうやって一つ一つ折りたたんでいく。で、反り腰の人っていうのは、これがこうやって反っちゃっている状態ですから、これなかなかここから折り曲げていくことができない、うまく腹筋を使えないんですね。だから腹筋ができないので、これを直していきます。はい、では腹筋の筋トレをしていきます。まずですね、普通の床よりもヨガマットがあればいいんですが、こういう布団みたいなある程度沈み込めるマットの方が、やりやすいと思います。腰も痛くないですし。それで、こう横になってもらったら、この腰の下側に隙間ができる。反り腰の人はもうこの時点でかなり隙間ができて痛いと思うんですけども、腹筋を鍛える場合はこの隙間を埋めていきます。足を立てた方がやりやすいです。こう腰を落とし込むようにベターっと腰を床につける。これが骨盤が立っているっていう状態になります。で、腹筋を鍛える時はこの骨盤が立っている状態を必ずキープするようにしてください。はい、そして腹筋を鍛える時は息を吐きながら、ふーって息を長く吐きながら、腹筋を使ってお腹の中の空気を絞り出すようなイメージです。それでちょっとだけ持ち上げます。
こうふ息を吐きながら腹筋を使ってお腹の中の空気を絞り出していく、そういうイメージでやるとお腹にギュッと力が入っているのが分かると思います。今ね、首が疲れちゃうっていう場合はここに枕2つぐらい重ねて首の支えにしてもらって全然大丈夫です。首の筋トレじゃないですから、首はもう支えを入れて楽にしてもらって大丈夫なんですが、腹筋に力が入ってるっていうことを確認してほしいんですね。このベタッと腰をたつけてちょっとだけ持ち上げる、息を吐きながらお腹腹筋でお腹の中の空気を絞り出していく。息を完全に吐き切るまでが1回です。ですからまあ3呼吸ぐらいやればかなり腹筋に効いてるっていうことが分かると思います。はい、骨盤を立てて腹筋をこう丸め込む、この意識が感覚がつかめれば、これ立った状態でも同じことができます。これドローインっていう筋トレになるんですけども、この反ってるのをこうまず骨盤を立てる、もうこの時点で腹筋にちょっと力が入ってる。でここから長く息を吐きながら腹筋でお腹の中の空気を絞り出していきます。この脇腹とか下っ腹のあたりに力が入っていることを確認しながら、反り腰の人はこうやって動かす腹筋がかなり苦手なので、まずはこの骨盤の位置を正常に保って、そして腹筋に力を入れていくっていう感覚をつかまれた方が姿勢を改善するには役に立つと思います。はい、腹筋の筋トレができましたので、次にこの骨盤を下に引っ張ってる太ももの大腿四頭筋のストレッチをしていきます。これもマットの上で、マットとかベッドの上でやった方がやりやすいと思います。まずはこうして座ってもらったら、伸ばす側の足をこうやって曲げる。でこれ足首硬い方はこう足首が曲がっちゃうんですけども、これ曲がってるとあんまり伸ばせないので、ちょっと頑張ってこっち側が開いてもいいので足首はまっすぐ伸ばすようにしてください。そしてこの状態で後ろに下がっていく、倒れていきます。でこの時にこうやって腰が反っちゃってるとまた意味がないので、同じように腹筋で腰を落として骨盤を立てる。そうするとこの太ももがギューッと伸ばされているのが分かると思います。これ30秒ぐらいやっていきます。まあ、ちょっと動画では省略するんですけども、片側30秒ぐらいでやってみてください。同じようにこっちもこう腰が反らないように骨盤を立ててまっすぐ伸ばしていきます。はい、では大腿四頭筋のストレッチをやったんですけども、もう一つ重要な筋肉があって、この腰のところからこうやってこの辺にくっついてる腸腰筋という筋肉があります。この腰から下半身をつないでる筋肉なんですけども、反り腰の方っていうのはこの腸腰筋が硬いっていうケースもかなり多いんですね。腸腰筋が硬いかどうかの診断テスト、簡単なのがあるのでちょっとやってみてほしいんですが、まずこう仰向けに横になります。でさっきと同じようにベタッと腰を床につける。そして片足だけこうやって膝を抱えるように持ち上げてみると、腸腰筋が柔らかい人はこのまま
こっちの足はまっすぐなんですが、硬い人はこうやって上がっちゃうんですね。これでやってみて、こっちの足が上がっちゃう方は結構腸腰筋が硬くなってる。ですからストレッチして伸ばしてあげることが必要になります。はい、では腸腰筋のストレッチのやり方なんですが、この状態から足を大きく後ろに出して、足を前後に開いて、このまま下に下げる。こっちの方が分かりやすいかな。足を大きく後ろに下げて、このままこう下に下げていきます。で、ここです。この後ろに開いてる足の付け根の部分がぐーっと伸びてる感じで、これもまあ30秒ぐらいですね。で、硬い人は多分こんなに膝つけないと思うので、椅子とかに手をかけて、こうやってこのももの付け根の部分ですね、これがぐーっと伸びてることを感じながらやってください。この腹筋を鍛えて下の筋肉のストレッチをしてきました。この時点でもう仰向けに寝るのもちょっと楽になったんじゃないかなとは思うんですが、毎日続けていると立った状態でも自然に姿勢を保てるようになりますので、ぜひ続けてみてください。はい、どうもありがとうございました。